石碑牛川遊歩公園は愛知県豊橋市東部にある公園。愛称は1キロ公園。幅約40メートル、長さ約1キロメートルにわたり、東西に伸びる散策用の細長い公園。指導により4つのブロックに分かれている。公園外周に桜、園内道路の両側にクスの木、その内側に毛焼きが植えられ、歩行用の園内道路が アスファルト舗装されている。児童用の公園の多い日本には少ない、大人の散策にふさわしい公園である。また、この公園は、豊橋市の地域防災計画で、広域避難場所に指定されていて、非常用の施設も多く、清涼地区や東涼地区の防災公園ともなっている。公園内公園外の近隣の施設、豊橋の都市公園の整備、豊橋市、 2019年2月26日閲覧。AB、牛川雄保、道公園、一般社団法人豊橋観光コンベンション協会。2019年2月26日閲覧。かつては、日本軍の射撃場が近くにあった。しかし、他の資料によると、公園の地が元射撃場と書かれているものがある。公園の場所は、浅倉川の右岸のため、 豊橋市内ではあるが1932年に豊橋市と合併する前は八名軍下川村であった。ありがとうございます。